こんにちは。テレワーク人材育成講座の講師、株式会社テレワークマネジメントの田澤ゆりです。本編はテレワークをする部下を持つ方へ向けてお届けしています。テレワークの普及に伴い、テレワークをする部下を持つ管理職の方も増えています。しかし、新しい働き方であるテレワークは、管理職の方にとっても不安がいっぱいです。ちゃんと仕事をしているだろうか、働きすぎていないだろうか、業務は順調に進んでいるだろうか、これまで目の前で仕事をしていた部下が別の場所で働く。そうなると心配事が増えてしまうのは当然ですね。一方、部下もテレワークをすることで上司との関係に不安を感じているかもしれません。サボっていると思われていないだろうか、在宅勤務でも頑張っていることを評価してくれているだろうか、この仕事指示通りにできているだろうか、お互いが不安のまま業務が進むのは良くないことですよね。これからはテレワークが当たり前の時代がやってきます。それなのに管理職がテレワークだとマネジメントしにくいから部下にはできるだけ出社してもらおうと考えてしまうとどうなるでしょうか。若い世代でテレワークを希望する人は少なくありません。上司が世の中の流れと逆の指示をすると部下との信頼関係を損ねてしまうかもしれません。テレワークだとマネジメントできないではなく、テレワークだからこうマネジメントしようと上司が考え取り組むことが大切です。ここでは新しい働き方を進めるためのテレワークにおけるマネジメント10か条をご紹介します。1. テレワークを特別と思うな。会社に出社するのが本来の働き方、在宅勤務などのテレワークは特別な働き方だと思っている人は少なくありません。しかしこれからはテレワークをする企業、テレワークをする人が増え、いつか当たり前の働き方になるかもしれません。にもかかわらず特別扱いをして在宅勤務時のルールとかテレワーク専用の評価基準といったものを新しく作ると、マネジメントをする皆さんが大変になってしまいますよね。いずれテレワークは特別な働き方ではなくなります。出社も含めテレワークを新しい働き方と捉え、マネジメントの仕方自体を改善していきたいですね。2. チームで予定と目標を共有せよ。部下が目の前にいないと仕事の進捗が把握しにくくなります。でもこれまでどうやって部下一人一人の業務進捗を把握されていましたか？目の前にいるとはいえ一人一人見るのは大変だったのではないでしょうか。すべての部下、すべての業務を把握するには膨大な手間と時間がかかります。そこでまずは予定と目標から見える化をしましょう。またオンラインでチーム全体が共有できるようにすると、マネジメント層にかかる負荷も軽減できると思います。 3. 相談しやすい機会を作れ。テレワークする部下が増えると仕事の話はもちろん雑談などのコミュニケーションが減ってしまいます。確かに顔を見て声をかけること自体が減りますよね。でもむしろ部下の方が上司に話しかけにくくなっているのかもしれません。上司の方から相談しやすい機会を作ってみてはいかがでしょうか。オンライン会議の前後に、〇〇さん、あの件今どんな感じ？と声をかけてみるのもいいでしょう。また15分程度の短い時間で OK ですので、ワンオンワンの時間を定期的に設定するのもいいでしょう。もちろん特に相談事がなければそこがいい雑談タイムにもなるかもしれませんね。 4. 毎日一度はチームで顔を合わせよ。テレワークでの勤務が続くと1週間顔を見ないで過ごすということも発生してしまいます。決して顔を見ることが目的ではないのですが、少なくとも1日1度はチームで顔を合わせる時間を作ることをお勧めいたします。
朝9時の朝礼だったり、朝の体操だったり、夕方の報告会でも OK です。たとえ短くても決まった時間に集まり、顔を合わせることで、テレワークでも一緒に仕事をしている感覚を持ち続けることができます。また、オンライン会議でカメラをつけない部下の方もいるかもしれません。在宅勤務だとプライベートな場だから、配慮して何も言わないと、あれ、つけなくていいのかなと別の部下もカメラをオフにしたりします。最近はバーチャル背景などの機能もあります。オンライン会議はカメラを基本オンにするというルールにすることをお勧めいたします。5. 不安だからと干渉しすぎるな。これまで紹介してきた相談しやすい機会作りや毎日顔合わせることと矛盾しているのではと思われるかもしれません。過剰な管理であるマイクロマネジメントはテレワークに限らず、管理職の皆さんが配慮、注意しなくてはいけないことです。ただし、テレワークだと1対1でのチャットやメールといったクローズドなコミュニケーションの場を作りやすいのも事実です。特定の部下に対してマイクロマネジメントになっていないか、テレワークだからこそより一層の配慮をしたいですね。6. オンライン会議を仕切るな。一般的には会議の進行は上司やリーダーが仕切りがちです。ただし、オンライン会議はリアルに比べより声を出しやすい人が中心に話す。引っ込み思案の人が声を出しにくいといった傾向があります。突然上司に指名され、おろおろする経験をすると、より一層苦手意識が高くなるかもしれません。オンライン会議の時は部下が話しやすい雰囲気を作るよう特に留意してください。定期的な会議であれば進行役を持ち回りにする。あるいは上司が自分の話をしっかり聞いてくれるということを感じることも大切です。カメラをオンにしてうなずき上手な上司を目指しましょう。7. ICT ツールは上手に使い、上手に頼れ。テレワークが浸透すると、ビデオ会議やチャットツールなど、様々な ICT ツールを使うことになります。もともとキーボード入力が苦手だったり、新しいツールの使いこなしもちょっとなーという方もいらっしゃるでしょう。でも、食わず嫌いになってしまうと、会社の流れに乗り損ねてしまいます。苦手だから使わないのではなく、苦手を認めつつどう使うかを工夫しましょう。最近はスマホはもちろんパソコンでも音声入力ができ、その精度も高くなっています。また上司だからといって新しいツールすべてを使いこなす必要はありません。時には部下に質問してみたり、あるいは操作自体を耐えることもあってもいいのではないでしょうか。8. 時間あたりの生産性を評価すべし。以前は部下が遅くまで仕事をしていることを頑張っていると評価する人もいました。今は法律で時間外労働時間の上限が定められ、残業しない働き方が求められています。一方、テレワークだと時間管理が難しいという理由から、成果主義という流れもあります。しかし、働きすぎになる職場からは、その状態だと人が離れていってしまいますね。テレワークでも時間管理をしつつ、時間あたりの生産性を評価すること。これが重要です。決まった時間内に効率よく業務をこなすことが評価され、所得増加につながれば、働く人のワークライフバランスも向上させることができます。9. リアルに会う時間を大切にせよ。ここまでテレワークにおけるマネジメントについてお話ししてきました。でも、テレワークでもマネジメントできる、会う必要がないというわけではありません。久しぶりに
部下と会えた時はその時間を大切にしてください。毎日飲みに行くのは大変ですが、たまに心を開いて話をする時間も大切です。テレワークは合わないでいい働き方ではないんです。会うことを大切にできる働き方なのです。10、自らテレワークすべし。自分は子育ても終わってるし、何より仕事をするのが好きだし、出社は全く苦にならないんだ。だから自分にはテレワークは必要ない。と思っている方がいらっしゃったら、ぜひこれからの人生何があるかわからないっていうこともちょっと心を馳せてください。病気になることもあれば、怪我をすることも、また高齢の親の面倒を見なくてはいけない状況になることもあるでしょう。人生100年時代、今テレワークをする必要性を感じないとしても、いずれ必要になるのではないか。その日のためにも管理職の皆様自らがテレワークをして、そのメリットを実感し、課題を乗り越えることが部下はもちろんあなたのためにもなるはずです。テレワークは働く人が幸せになるための、幸せであり続けるための働き方です。それを実現するためには、テレワークをする部下をどうマネージメントするか、とても重要な部分になります。テレワークの本質を理解しつつ、テレワークでも適切なマネージメントを実施してください。